横浜に初めて3人でやってきました。アンパンマンアンパンマンミュージアムの前にちょっと新聞の手作り体験に行きたいと思います。行ってきます。みなとみらい線でおりました。行くよ、愛ちゃん。レッツゴー。早速、新聞博物館に到着しました。イエーイ。こちらが新聞博物館です。どんな博物館、ニュースパーク、どんなところでしょうか。じゃん。今ついたけどおかき食べてる。新聞博物館に初めて新聞作りをしました。こんな感じでさっき撮ったモンゴルの衣装がバーン新聞の記事になってます。すごいね、ちゃん初めて新聞作るよ。これプリントアウトしてもらおうか。うん、ね、いいよ。今から遊んでるね。すごい。はーい、はい、見て見てこれ。先ほど、スーホの世界観を満喫し、モンゴルの伝統衣装を着た新聞が出来上がりました。すごいね、じゃーん、じゃーん、じゃーん、すごい、じゃん、新聞作っちゃった。新聞出てるよ、トップページに出てるよ。すごくない？ほら、3人が見て、ちゃんと名前も入ってるよ。なんだ、これが、じゃん、アイリ、ユーマ、ユーコママって書いてあるよ、これ。どこ？ほら、名前が、名前書いてあるよ。どこに書いてあるって書いてある。ほら。はい、できた新聞だよ。作った新聞見せてください。ね、ここに載ってるの誰？アイちゃんと、ゆうまくんと、ママ。ほらね、3人いるね。新聞作ったよーって。新聞作ったよー。また来るねー。また来るねー。バイバーイ。バイバーイ。はい、じゃあ、来館記念スタンプを押します。これですよ、これ押してみましょう。アイちゃんも押したい。アイちゃん押して、ほら。はい、アイちゃん押してね、ここに。いや、この辺に押して。すごい、じゃん。すごい、もう一回押して、もう一回、もう一回。よし、じっ、じゃん。あ、すごい、じゃあゆうまくんも今度押してみて。ゆうまくん、ゆうまくん、はい。すごい、いいね、いろいろ楽しめるね。せっかく作った新聞がなんとスタンプだらけになっちゃいました。ああ、もう終わり、もう終わり、もう終わり、インクがなくなっちゃったね。次の人。すごいね。見て、これどこだろう。横浜だよね。このレトロだね、街並みが。どこでもいい？いいよ。あ、ね、
それ引っ張っちゃダメだよそれ、ね、かわいい喫茶店があるよ。すごい、こんなとこ一度でいいから入ってみたいね。ほらね、あんまり おしゃれなとこ行ってないもんね、ママたちね。はい、じゃあ行きますよ。じゃあ見て見て、新聞が今刷られてるよ。すごい後ろで、ちょうどすごくない？すごいね。すごい曲がってる、早く。ねえ、ね、すごいね。じゃあ行こうか。歌ってる人がいるね。歩行者天国になってるね、今日ね。ほら、横浜県庁、横浜県庁、あ、神奈川県庁だ。神奈川県庁、そしてなんか、なんか歩行者天国になってイベントやってます。和桟橋に向かいます。あっちあっち、プリンスクルーズのでっかいやつ。なんとですね、ダイヤモンドプリンセスというすごくレアな船が止まってます、大桟橋に。見て、アイちゃん、あれ見て。え、なんていうの、 あんまり近くに行っちゃダメだよ。あれなんていう船？ダイヤモンドプリンセスって。すごいね、かっこいいね。じゃ、どれが一番大きな船でしょう？これ。そうだね、すごいね。あれに乗って、ね、世界中行けるんだよ。世界中に行けるんだよ。世界中に行ける。そう、すごい大きな船だよ。で、あれが赤レンガ倉庫。そう、あそこにアンパンマンがあるから、今からあっちの方向に歩いていく人。はーい。ゆまくんは？はーい。はーい、じゃあ行こうか。早く行きましょう。はい、じゃあ行こう行こう。おばあちゃんから。すごいね、ダイヤモンドプリンセス。わお、でかい船。バイバイって。ラジモンの大会がやってます。タミヤ RC カーグランプリ。さあ、時間はここで2分が経過。さあ、4番、3番、8番ゴール。さあ、席5番の和歌山選手のトップゴール。19分05秒をマーク。で、1回ゴールインとなります。すごい。赤レンガ倉庫に到着しました。愛ちゃん、お菓子食べてばっかりだね。今日お腹空いてんの？ねえ、赤レンガ倉庫とプリンセス号、すごい。